では県内の感染状況を1人の患者が何人に感染させるか、感染を広げるかを示す指標、実効再生産数で見ていきます。県内では3日時点で 1.57 人と8日連続で1を超える状況が続いています。1を超えると増加傾向、1を下回ると減少傾向ということで、現在は増加傾向ということになります。次にワクチンの接種状況を見ていきます。今日午前9時時点で県内で1回目の接種を終えた方59万7千人余りとなっています。でこのうち高齢者の方は43万6605人ということで、対象者およそ67万4千人いらっしゃるということなので、接種率は 64.8% です。で2回目の接種を終えた方は32万3642人でした。でこのうち高齢者の方は22万5820人ということで、こちらは 33.5% という状況になっています。また今日県は接種後の副反応に看護師が電話で応対する専門の相談センターを開設しました。電話番号は050-3615-6941です。電話番号050-3615-6941で、毎日午前8時45分から午後5時15分まで対応するということです。